兄貴が俺ら二人の親代わりだった。何をするにも10個上の兄貴の後ろついてってさ。兄貴は暴走族のトップだったくせに喧嘩が弱かった。新一郎。え？新一郎は喧嘩も弱いし、女のケツばっか追いかけてるし、おならも臭いのに。なんで男にモテるんだ？万次郎にはまだわかんねえよ。